だな、なんか。中盤に入ってきて、人、どんどん死んでくわ。やばい。ていうか、これどこ目指すんだ？ここは、どっちだ？いや、こっちで良さそうだな。そこのボート、止まってくれ！え、なになになに？どこ？こっちだ！早く来てくれ！何かあったみたい。行ってみましょう。行くの？俺もう助かりたいよ、俺もう。あー、いた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 。よかった。気づいてもらえないかと思った。いや、気づいたのはいいんだけどさ。おい、じゃあどうする？あんたら、そのボートを一体どこで手に入れたんだ？どこで手に入れたんだっけ？あ、じゃあフェリー乗り場だ。港も水没したのか。凄まじい地震だ。この先も油断できんな。この先もやばいぜ。お嬢ちゃんたちはこのままボートで北に向かうんだろ。一つ頼みがあるんだ。ああ、なんだ。この団地は南から沈んでいっているようでな。このままだとここらも長く持たないと思う。携帯電話で助けを呼びたいところなんだが、地震の後繋がらなくなってしまって。そうだよな、もうみんな携帯電話が使えない設定になってるよね、話を聞く限り。北にある江西田団地駅にある非常電話で助けを呼んでほしいんだ。ボートに乗ってるあんたらにしか頼めない。この通り。わかりました。わかりました。非常電話を探して救助要請をしに行きます。おお、そうか、ありがたい。じゃあ江西田団地駅にある非常電話を探してくれ。確かホームのどこかにあったと思う。ものすごいトイレがしたいんだよね俺。駅の場所は地図に付箋を貼っておいた。頼んだぞ。オッケー。なんかぐるぐる回ってるようにしか思えないんだけど。あ、セーブポイントある。ここつけそうだな。あー、どかす、どかす、押す、持ち上げる。いや、持ち上げるは無理だと思うな。あー、団地の上から看板を引っ張る。つなぎ合わせれば長いロープができそう。どういうことだ。とりあえずここに降りて、なんだっけ、ロープを探せってことでしょ。ロープ、しかもつなぎ合わせるっつってたから、何個か見つけてそれをくっつけてなんとかするみたいな、そんな感じだよな。マジかよ、結構大変だぞそれ。とりあえず家片っ端から入るか。あ、っていうかトイレ借りれないっすか。この家、トイレないっすか。なんだ。お？え？シートの101。オッケーオッケー。とりあえず隣の部屋にあるベルトっつうのを持っていくか。ああ、ベルトね。あとなんか洋服があんな。ベースボールグローブ。じゃあなんか身につけとくわ。作業しますしね。いやー、この冊子から移動する感じか。あー、ここだ。
人いる。すいませんね、本当不法侵入ばっかして。屋上に行くならこの部屋の玄関の外に管理用のはしご。ああなるほどね。ん、まあいいや、とりあえずこの部屋の外に出て、ああここか。この屋上から行くわけだ。ん？え？突然目の前が真っ暗になった。闇の中で少女の声が聞こえる。は？いや怖すぎんだけど。何これ？何なんだよこの要素は。いや意味がわかんないよ。っていうか、まあとりあえず上行く。屋上に上がってもいいんだけどさ、ロープ持ってないんだよね。あとすっげえ俺催してんだよね。どうしよう。トイレもないし飯もないんだよな。まずいな。早くここ脱出しないとやばいぞ。っていうかコンビニでトイレとかしとくべきだったわ。まずいな。もう一回ボートに乗るってことなんかな。この上、ああ行けない。おっとまずいぞ。D と 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 A D。 やばい、 A と D しかないな。これ一回ボートに乗んなきゃダメだ。Cとまで向かうようだな。あった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 、ここだ。よーし、よーし。ただね、行きたいのはね1階なんだよ。なんでこっから行くのは厳しいか。お、学生服か。っていうか、アイテム持ちまくってるけど、これ大丈夫バッグ。あ、意外とまあ、容量的には余裕あるな。ただ、あ、いた。おお、そうだね。うん。シートの101か。参ったな、1階には行けねえんだよ。1階にはね、行きたいんだけど、今現在行けないんすよね。この部屋はここで終わりだな。あ、あっちにもあるな、降りるポイント。あっちに行くか。ここでロープを作れるっていうか、ロープがあるんじゃねえかな。そうであってくれ。おし、101って書いてある。ここだ。ただ問題はさ、一回入れるのか。あそこが取りに行くには水に潜るしかなさそうだ。はあ。濡れたくないけど行かなきゃな。マジかよ。やばい、これあれか、酸素とかそういう概念ある感じか。帽子か。ロープ、ロープ、ロープ。この部屋にはねえか。あとあるとしたらこっち？うわ、完全にこれやばいよ。ロープ、ロープ。
あ、この中じゃねえか。よし、急げ。なんか息が苦しいみたいなこと言われたら怖いから。これで D 棟に戻って屋上まで行ったら解決と。よーし、希望が見えてきた。あと少しだ。本当に早く脱出したい。もうさ、この左上にさ、ご飯マークとかさ、何、水分マークとかさ、すごい出てんだよね。あれっていうか、なんかライフが半分になってる。やばい、ちょっと使っとこ。ストレスメーターもすごいことになってる。あぶねえ。絆創膏でストレスとか軽減されんのかどうかわかんないけど。いやー、危ない危ない危ない。このトイレマークとかがあったり。ていうか、喉の渇きはさ、水でいけません？決定。え？ちょっと待って、嫌な予感がする。破れたシーツが必要？マジか。ここに来て、やべ、ベルトとロープはあるけど、破れたシーツ持ってねえぞ。まずい、破れたシーツか。いやー、途中で都合よくあってくんねえか。まずい、ダメっすかね。お？ティート106。ディートーに501。ディートーで1階まで行けるって、ここの外じゃなかったよな。この階段降りれなかったよな。そうだね、マジか。もう1回行かなきゃだ。うわー、水だー。破れたシーツを刺すってことだよな。どこだ、こっちの部屋っぽいか。うわー、パソコンあるし、もったいな。なさそうだな。あとはこっちの部屋か。リュックがあって、やべ、てかライフどんどん減ってんじゃん。水中だと減るのか。水中に潜ってるとライフが減ってどんどんストレスが溜まっていくと、そういう仕組みだったのか。やーべ、なんとか間に合った。よーし、いやー、怖い怖い。ちょっともう一回絆創膏使っとこ。怖いな。念のため回復して、で、あれだ、組み合わせロープ組み立てるか。よし、
これでオッケーと。やっとだよ。やっと揃ったわ。すべてのアイテムが。やめて。余震やめて。え？はぁ？え？マジ狙ってたかのように殺されたわ。え、これどっからやらされんの？怖いんだけど。あ、なるほどね。こっからか。よし、戻ろう。はい、戻ろう。危ないんで。鬼かよ。どうやって回避すんだよ、これ。いやー、よかった。そういうフェイントが待ってんのね。まさか普通に落下させられるとは思ってなかったよ。よーし、もう生かしてくれ。もうすげえ頑張った俺、ここまで。すげえ頑張った。あとトイレもしたいし、急がないとマジで。ほんとステータス全回復しないとこれやばいな。ストレスも結構溜まってきてるしな。なんせあの水中がすげえステータス食うからね。よーし、失礼。これで屋上に行けば行けると。ロープを使って、よし、これでどうすんだ。どっから看板を吊り上げるんだろう。うん、あ、看板の上あたり。よし、看板に結んだよ。オッケー。え、引っ張るぞ。すげえな。せーの。あ、あなた協力してくれてんのね。あざっす。ロープを縛るぞ。よし、これでいいだろう。おお、すごいな。よし、これで脱出だ。で、非常電話で助けを呼べばいいんだよな。看板を下ろしたので一気にボートまで戻る。なんだこれ。こんなありがたいショートカット用意してんの。さあ、いよいよだ。よーし。怖っ。え、てかなんかちょっと待って。団地のすぐ北にある駅前に到着する。駅前の建物はどれも海側に倒れ込むように倒壊している。久しぶりの陸地だ。いやー、長かった団地のステージがね、やっと終わりました。じゃ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。